大規模災害で警察署が被災した際に警察署の機能を別の場所に移転し維持するための訓練が岡山市北区で行われました。岡山西警察署では災害の影響で庁舎が使えなくなったときに災害警備本部を岡山理科大学の施設に移設する協定を結んでいます。訓練は大雨が降る中震度6強の地震が発生し警察署が被災したという想定で行われ災害警備本部を大学に移設し署員が情報収集に当たりました。署員は土砂崩れや浸水など報告を受けた被災状況を現場や県警本部と共有し救助や応援要請などの手順を確認しました。情報が不足しますのでしっかり連携して災害のですね被災状況の収集に当たらなければいけないと思いました。岡山西警察署では今回の訓練の経験を生かしいざという時に速やかに本部を移設して対応できるようにしたいとしています。